こんにちは。以前ですね、ビデオで私がベンジャミンと対話するということを話しました。で、私がお話ししたかったのは、ベンジャミンがですね、ある時私が瞑想を教えてるという話をして、ベンジャミンとその会話に入った時に、ああいうのは前に、興味持ったことあるけれど、今やってないよと、あれは逃げたからねという話を、されてまして。で、私もですね、実を言うと、本当にこの道40年45年というような感じで、瞑想の学びとその実際に教えるということをずっと続けてまいりまして、この瞑想を教えることイコールですね、人の目を開かせる、自らの目が開き人の目も開くという、まさに世界を変えるための、最高の一つの、人間の意識を変える一つの手段だと思っていたものがですね、自ら自分が経験して洗脳されている、あるいは自分自身が洗脳するという技術を使いながらですね、人にこの知識を伝えているということにある時気づきまして、一旦それをやめました。そういうちょっと経緯もありましたので、ベンジャミンの持つその精神性の中に、そのどのようにその精神的に洗脳される部分と、そのされない自分を作るという部分のですね、ベンジャミンのその気づきの世界というものがあるかをまず尋ねたいと思います。まずですね、僕は全ての瞑想を否定しないっていうのは、僕は悟りを否定してるけど、自分のその精神を鍛える道具として瞑想は悪いと思わない。要は喜怒哀楽にこう反論されすぎるわけ。こうあと例えば、自分の頭がですね、しつけされてない猿みたいにあっち行ったりこっち行ったりで、欲望のまま動いたりすることを訓練して、自分のその精神をしっかりとこう安定させるという意味、あまり憂鬱にならない、あまり興奮しない、こうああいう基盤としてはいいんですけれども、要はもう世の中どうなってもどんなに苦しみがあっても、私はもう悟ってから関係ないというような逃げはダメだって言ってるんですよ。で、あとはね、よくその僕聞かれるのはね、こうじゃあ一般の人どうすればいいんだと。ね、そうすると、いろいろ考えたら、やっぱりね、自分に一番近いもの、一番大事、まず毎日会ってる人、毎日見てること、それがちゃんとなってる、調和がある、不合理がないかどうか、そこがまずちゃんとしてれば大事なんですよ。そこからもっと大きなことを考えると、皆さんがそうすればあっという間にいい世の中になると、そういう感じなんですよ。だから僕も自分の本当に、例えばそのゴミの分別から始めて、それが全部ちゃんとしてる上で世界のことを考えるんですよ。ベンジャミンは生い立ちとしてですね、宗教的なその学びというか、そういう家庭環境とかありましたか？うちらはですね、欧米で珍しく昔から無神論者なんですよね。そう。で、教会も行かされなかったら、こうお母さんに一回その旧約聖書の話して、なんであの本読んでるって言われたぐらいですから、だけど僕的にはいろんな修行をやりまして、例えばアマゾンで呪術師の、弟子1年ぐらいやって、シャマニズムね、あとカナダのインディアンとも行動して、そういうシャマニズム勉強して、あと、ラージャヨガとか座禅とか、こう、いろんな修行をやりましたよ。あと、で、結果としてこやっぱりね、日本の禅寺に入ってたんですよ。日本に来たばかりの頃、19歳の時に。そしたらね、この世の中全部幻ですとかね、もうどうせこう無であるとか、ああいうことを言ってて、そしたらその、もうずっと仏教を教えてて、大学で教えてて、引退したおじさんが言って、あなたは何歳ですかって言って、19歳ですよ。こんなことを言うのは、僕みたいにこれから死のうとしてる人に言うこと、あなたは理由があってこの世界にいるから、それをやることがあるからここにいるんだから、それをやりなさいって言われて、ああって思って納得しました。やっぱり今こう世の中から逃げるんじゃなくて、ここに理由があっているんで、それを達成してからまたあの世的なことを考えればいいっていう。だからいつかはまた本当にあの世に近くなった時、またそういう修行をやると思います。この現実の世界がね、その要するにマフィアというか、まさにこのリーダー
のまたリーダーという部分でね、うん、支配者がねこう洗脳してると、そのあるいは洗脳されてる、うん、まあ、そういうことについて説明していることがあったと思うんですけどね。まあ、結局はですね、こうデイビッド・アイクという人がですね、世界のロスチャールド・ロックフェラーとかの上にね、爬虫類系宇宙人がいると言ってた。でそれはまあナンセンスな話なんだけど、例え話としてすごくいいんですよ。っていうのは、人間の脳みそというのはいろいろ玉ねぎみたいな層があって、で一番古い層というのは爬虫類脳みそと言われて、嗅覚に直接つながってるわけで、爬虫類系の脳みそどういうことを考えるかというと、それを犯すか食べるか、犯すか戦おうか逃げるかで、まず自分のことを先に考えて、その後は全部過ぎだと、そういうレベルで考えてる人たちは爬虫類人と言っていいわけで、普通の人間はその上にいっぱいもっと複雑な猿の脳みそ、こんなこと言ったら来週会った時に気まずいのかなとか、要するに集団で行動するために必要な複雑な仕組みだけど、一番トップに這い上がる人がまた自分の貪欲をベースに動いてるわけで、残念ながらそういう人たちは葬式の一番上にこうたどり着くんですよ。でその人たちが下にぶら下がる人をこう操るわけで、その人たち自分たちは頭の中では正しいことやってるつもり、例えばヒットラーはユダヤ人を寄生虫人類ユダヤ人と有色人種を全部殺して、優秀なアリア人、まあ科学的に根拠ないけどだけ増やせばそれ世のためだと、いいことやってるつもりでドイツ人とかみんなを洗脳して、みんなであれ命かけて戦うようになったわけですよ。だから一番頂点にいる人たちの考えをにぶつけるの一番いいんですよ。だからお前たちなんでこんなことやってるんだと、なんで人類の9割を殺す発想はできたのかと、でそこからその人たちの考えを正すっていうやり方を僕は取らざるを得なくなった。なぜかというと、下から行けば行くほど、まあ蚊帳の外の人たちね、底辺の人たちは別だけど、いわゆるピラミッドの中に多少上がった人たちはみんな上からの命令で動くから、もうそのトップでやらないとダメだという結論についたんですよ。だから今そのレベルでいろいろ一生懸命やってるんです。例えば今、ベンジャミン言われたね、その禅だと幻、ね、うん、目の前幻だと、さ本当は幻と思ったら本当にただ瞑想してね、若い人もみんなその瞑想してたら現実に対応する力が落ちますよね、うん、だけどもっと言えば宗教はその幻をさらに作る、その例えばキリスト教だったら現在って、もともと罪があると、だから罪深き人間はその奴隷のように一生過ごして、それは当たり前になってしまう、うん、だから支配者にとってはものすごく都合のいい考えですよね。まあうん、キリスト教のですね、なんで奴隷のための宗教だって言われると、僕から言わせると3つの要素あるんですよ。まず第一にキリストが殺されたこと、うん、要はあなたたちの殺された、同じような目に遭いたくないなら言うこと聞けっていう潜んだメッセージがあるんですよ、ね、もう一つはほっぺ殴られた、もう一つのほっぺを出すんだと、それは殴られっぱなしじゃない、犯されっぱなしじゃないです。確かに先手を打ったのいいけど、打たれた打ち返す、だからそこが2番目ダメなところね。殴られっぱなしでも我慢しろと、それであの人たちの教えではそれでも不合理だったら大丈夫、死んだらあなた天国行くで、あの人たち地獄に行くんだからって、要するに生きてる間我慢しろ、嫌だったら死ねっていうとんでもない発想じゃないですか、うん、ね。で3つ目はお金の話で、カイザールのものをカイザールにあげると、要するに黙ってお金を貢ぐんだよと、お金出すとき必ずそのお金どこに行くんだと聞かないとダメなんですよ。ただ黙って出すっていうのはあかん。その3つの要素はやっぱりローマの帝王学なんです。でローマの帝王学の大元はバビロニア式帝王学で、最近現代社会にプラスアルファその、バビロニア式奴隷制度が、加担して、アメリカ人が生まれた瞬間からそのソーシャルセキュリティ番号を振られて、そこに、30万ドル3000万円ぐらいの借金が生まれた瞬間からつけられるわけ。今日本でもなんとか番号制度やろうとしてる、同じですよ。
それは生まれた日本人のベースに今度債権発行する、そういう発想から来る。だから生まれた瞬間から借金奴隷だから、絶対その番号制度はやめてほしい。ここで動画見てる人たちもその洗脳されてる社会の一部にいて、目覚めなきゃいけないってことですね。まあ、要は建前上この社会キリスト教じゃなくてもですね、同じ命令系統に入っちまった、戦争を負けた上でですね、でキリスト教ローマ帝国のうまいところっていうのは、従来になったものをこううまい具合に角が立たないのにそのまま存続させて、で監視な部分だけ、例えば指導者の選任とかそういうところだけを変えるんですよ。だから一番いい奴隷というのは自分が奴隷であるということに目覚めてない奴隷なんですよ、うん、そうですね。その自分は奴隷であるということに目覚める、そのテーマにですね、次回またお話しさせていただきたいと思います、はい。